サンスポ調教チェックです。よろしくお願いします。3日間開催ということで、はい、まあ、セントライト記念に関しては、ね、追い切っているのが、ね、少なくて、まあ、木曜日がほとんどということで、そう3回ぐらいしかなかったもんね、まあ、はい、まあ、一応今日はローズステックスメインということで、まあ、ちょっとセントライト記念少しだけ言っていうか、3頭だけね、ウィングチップとミューゼンエイリアンとロッカフェスタ、はい、の中で一番よく見えたのがロッカフェスタ、まあ、ロッカフェスタですね。まあね、感覚は空いてますけど気がいいタイプなので、うん、まあ反応もいいし、ね、すぐすなり動けるタイプですよね。まあ、ウッドコースで、まあ、内を回ったにしても66秒9で、ラスト1ワンの12秒8、まあ、直線いっぱい追われたんですけど、まあ、年長馬の、ね、20キングに、ね、あっさり1馬身先着しましたし、うん、もうそこを見せてへん、そうですね、体勢整ったというか、まあ、状態はいいと思いますよ。陣営もの菊花賞ね、向けでね、はい、いい走りしたいっていうね、コメントも出てますし、はい、楽しみですね、はい、ミュージエリアンはミュージエリアン、まあまあ、このね、黒田厩舎、あんまり目立つ時計出す厩舎じゃないんで、うん、そうね、馬なりだもんね、まあ、そうですね、馬なりでね、まあ、54波の54秒ですか、うん、ウッドチップで、はい、うん、で、ラスト13秒4で、まあね、並走馬のね、半馬身ぐらい先着してましたし、楽に。まあ、タンジブルでしょ、タンジブル。あ、タンジブルですね。ね、あのダートで走るやつだね、はい。そうですね、はい。それに、まあ、先着してましたし、具合は良さそうですよ。うん、はい、あとはね、誰か、のりちゃんなんだっけ、そうですね、はい。ね、またね、ズドンって一発決めてくれるかもしれません。はい、ウィングチップはね、これはね、ウッドで69秒4の、13秒3、時計はまあまあ平凡だったけど、前に2頭置いてね、まあいい感じで、並走までいかなかったけども、このままのペースを守って走らせてっていう、これね、イングレットの血統、村方厩舎のね、ゆかりの血統だしね、はい、まあ、よくなるのは秋になってからって言ったら、だいぶ良くなってきたみたいなんでね、ここでどれぐらいやれるかなっていう、ね、3着ぐらいあればいいのかなっていうか、結構つきますよ、この馬は。うん、来たらね。うん、はい、ローズステークス、ローズステークスは、まあ、関東は、ね、2頭しかいないんですけど、まあ、主役ハレル馬が2頭っていう感じがしますけどね、はい、まあ、主役といってもかなりメンバーがね、すごいので、まあ、主役の1頭にはなれるって感じかなと思いますけど、湘南マデラは2歳牝馬チャンピオン、ね、そうですね、ね、はい、まあ、それ以来、それ以来ですけど、骨折明け、そうですね、まあ、この馬は販路主体の、ね、調教なんですけど、うん、動きはすごいですよね。まあ結構動くよってね、海老名ジョッキーも打ってたし、はい、まあ、休み明けで9ヶ月ぶりで、まあ、そういうブランクはあるけど、まあ、やることはやってるよね、はい、数は乗ってるし、ね、長距離はね消化してるから、まあ、まあ、まあ、体は増えてるだろうけど成長分もあるだろうし、あとは、まあ、まあここでねそれなりに格好つければその次の本番がまた楽しみだなという気はするしね。一応まあ人間もね、まだ先を見据えたまだ仕上げっていうね、うん、感じのことは言ってますしね、うん、まあ、でもそれでも動きはやっぱすごいですね、うん、やっぱ G1 馬っていう感じの動きはしますね、やっぱり、まあ、はい、こんなところで目いっぱいね仕上げてもね次がね、お釣りなくなってるのは困るんでね、はい、まあここでどんな競馬するか、はい、あとはディープジュエリー、ディープジュエリーはねウッドコースで、まあこの時計目立たないんですけどね、もう5波69秒4でラスト13秒1ですか、うん、まあ、芝山ジョッキー乗って馬乗りのまま、うん、ゴール迎えて、まあ、新馬のね、祭りだばっかに半馬身、お、2億円か、半馬身、2億円だ、あの2億円だ、半馬身遅れっていうね、まあ、形だったんですけど、芝山ジョッキーによれば、まあ、もうあえてもう抜かさなかったっていう話をして、うん、もう抜いていっちゃったら、ぐんとね、もう行ってしまいそうな感じだったんでしょ、ギュッてね、まあ、だからね、そのね、気持ちの面を考えてね、うん、あとオーバーワークにならないようにっていうことを考慮しての半馬身遅れっていうね、まあ、阪神までの輸送もあるしね。まあ、その辺は考慮すればね、全く遅れは問題ないです、むしろ本当ね走る気に満ちた感じでね道中も行ってましたしね、自分から網取ってまあね、久々ですけどね、うん、出来は大丈夫だと思います。それもね、どんな競馬するか本番に向けてね、多分この後ね、はい、リットルに滞在するような、うん、そうですね、はい、予定になってるんでね、そうか、2億円と合わせたかディープジュエリーも注目だけど、2億円のこの祭りでは注目だな、うん、以上です。はい、失礼します。